政治総型便、南総期の作で、尾張徳川家伝来品。広田コレクションの一つ。広田福祭5月5日から1973年6月22日は、大正から昭和期にかけて活動した、日本の古美術賞、収集家。本名は、広田松茂。東京日本橋の古美術店、坪、中井の共同創業者。業の方ら収集した。 中国当時を中心とするコレクションのほぼすべて496点を東京国立博物館に寄贈した。富山県内郡八尾町に生まれたが幼児に父親と死別し、1909年に12歳で上京して日本橋にあった神通、薫隆史堂に入る。1924年に神田連雀町に名優の西山田もと共に壺、中井を創業する。 当時、中国で、鉄道工事での発掘を機に知られるようになった、東山祭や、新松木に、海外流出した、明、新朝の汎用機が、市場に現れたことの影響で、日本の古美術界では、大正中頃より、茶道具中心の、洋を第一義とする旧来の愛好姿勢に対して、その対象外にあった、中国、朝鮮、日本の当時に焦点を当てた、 純然たる美的鑑賞を主体とする新たな風潮が高まってきていた。広田はそれらいわゆる鑑賞陶器の世界の第一線で活躍した古美術賞で第二次世界大戦の終戦までにしばしば中国を訪れて古当時を将来し岩崎小屋田、細川森立、横川民助といった大収集家に収めている。1938年、壺、 中井の運営から退き、不西と渡航する。1949年、壺、中井の相談役に就く。東京国立博物館へは、1947年に5点、1967年に1点、晩年の1972年に490点、計496点の所蔵品を寄贈しており、その中には、重要文化財指定品も含まれる。 1973年、死去。同年、君四刀髄法賞を受賞する。なお、鎌倉市の自宅地区は、鎌倉女子大学山の内学者として現存している。しがらき和重口水さし明細案以下はいずれも、東京国立博物館の所蔵である。ありがとうございます。